どうも、谷川さんです。ここで悲しいお知らせがございます。 iPad 2がついに取り扱い終了となりました。僕はかなりこのね、 iPad 2はすごく、思い出のあるもので、並んで買ったこの iPad 2、夜な夜なですね、深夜に行って Apple ショップの前で渋谷店です、並んで買いました。そのね、思い出のある iPad 2がついに生産が終了、販売が終了となってしまいました。そしてあのご報告をしたいなと思いまして、いやーね、これはかなり画期的なものでしたね。やっぱり iPad からの iPad 2の劇的な変化ね、こう薄くなって、なおかつね、こう後ろがアルミの感じなんて、すごく良かったんですよね。それが僕、非常にこれがね、良くて、もうこれはすごく大事にしようと思って、しかも壊れません、なかなか。もうずっとこれ使ってきましたけど、一回もですね、僕これをですね、フルリセット状態にしなかったんですよ、ね、ずっともう買ったまんまのまま使ってますけど、全然問題なく使えているという状態で、やっぱね、名機ですよ iPad 2は、ね、こちらをお伝えしたくて、こちらね、今、動画を撮りましたけども、この iPad 2、皆さんありがとう、ありがとうということで、もうね、何かこれをただ見た人は 何を言ってんだ、タニープラスワンはと思いますけども、そういうことなんですよ。これはね、よかったんです、本当よかった。これはね、いろいろ旅行先に持ってってもね、いろいろ調べられてよかったですしね、もう、ありがとう iPad 2、ありがとうね、大切に使います。壊れたらもう手に入りませんのでね、はい以上、谷倉さんでした。